さ、豊洲にありますチームラボ、チームラボのにおける写真ん？をお届けします。で、ちなみにここは、限定ですか？限定コラボ、ビーガンラーメンのうずさんが出店、確かね、京都にあるお店しておりまして、そこの店内から注文ラーメンを待ちながらお届けしております。チームラボプラネット東京へようこそ。チームラボプラネットの楽しみ方をご案内いたします。チームラボプラネットは裸足でお楽しみいただく空間です。こちらで靴をお脱ぎください。水に濡れるエリアがございます。ロッカー前で靴下、ストッキングをお脱ぎください。更衣室の用意もございます。大人の方でも膝丈まで濡れるところがございます。ズボンの裾をまくり上げてください。床が畳になっているところがございます。スカートの方は下着が映る可能性がございます。ハーフパンツを無料で貸し出ししておりますので、お近くのスタッフへお申し付けください。大変お待たせいたしました。お履物を脱いでご入場ください。塩素、はいはい、明るいとこがいい。それじゃあ寝てるだけじゃない。ってるね、そのピンスポの人がいい、下がいいね。ブランドの広告ね。超スローだから動かないね。はい、止め止めでいいから、はい。ソフトブラックホール。ゆっくりだよ。遅いぞ。
立ちしたい。どうぞ。いい？立ってもいいの？立ってもいいですよ。なんだろうな、何がいいかな。確かに空間の楽しさとか、うん、暗い、うん、まあそうなんですけど、半身浴ができそう。
ういうことなの？そういうことなの？いらない。おっぱい。そういうことなの？おっぱい。1ミリ？はい。どう？来た。宇宙空間。動いてる。動いてる。動いてる。お楽しみください。どうすればいい？私どうすればいい？もう自由にして。だっていいの？うん。うわあなんか動いてる。俺が動いてる。床が動いてる。床がこう。以上？一枚。一枚の作品ですので以上となります。ありがとうございます。あれが桜なかったよね。だから27日じゃなくて、なんだっけ、この前が最後だったね。4月30日まで桜、あの水に中に桜が回ってたよ。想像以上にかっこいい。37。なんかプール行った気分。ね、私も。うん。夏休み楽しかったね。はい。夏でも何でもない。シャンブラシ気をつけて。ラーメン食べよう。はい。ちょっと。その前に吐く。ここでね、ここで着替えて大丈夫。なんで？私がこうやってます。いいよ、そこだ、そこ。もういい。エンディング。エンディングね、はい。さあ、いかがでしたか。東京の豊洲にありますチームラボ。結構まあいい感じ。
だったと思います。これから学校のお休みとかで見始めるかもしれませんが、そんなことはどうでもいい。じゃあまたアリデベルチ、チャオ。アリデベルチが見たのあれなの？もう挨拶なのね。だってたらだってだって。私はまだよ。はい、私豊洲に行く前にみひろさんに縛られるんだけど、やばくない？豊洲に行く前ってどう？あ、豊洲じゃなくてごめん、ささみに行く前に。なんで？え？なんで？いやー、興奮するなっていう。一個一個。え？一個一個。次から次へと。え？はい、次から次へと。あなたも。